はい、日進塾 .net の鈴木です。このチャンネルはですね、中小企業のウェブ担当者に向けて情報を発信しております。今回はですね、 SEO の内部施策、その中でもタイトルに関して解説をしていきたいと思います。昨日ちょっといろいろ質問があって、中小企業のその集まり会合行った時にですね、ポータルサイトを運営している社長さんが、うちのそのポータルサイトに登録しているユーザーの人たちが記事を書くんですけど、なんかそのスカスカな内容しか書いてくれないということで、困ってるっていうことなんですよね。で、それはね、多分メルマガかなんかで売れるタイトルの書き方とかね、配信したらどうですかっていうことをアイデアでちょっと言ったんですけど、実際その売れるタイトルとかね、売れるコンテンツってどう書くんですかみたいなことを言ってきたので、解説しようかなと思ったのです。 SEO っていうのは何なのかっていうところなんですけど、こちら書いてある通り、サーチエンジンオプティマイゼーションの頭文字を取って、検索エンジン最適化の意味です。 SEO 対策と同じ意味ですね。 SEO 内部施策っていうのは何かっていうと、ホームページのコンテンツの内容です。適切な内容を適切な書式で記述するということで、これ Google のヘルプの方にスターターキットかな、まあそんな感じで PDF で用意されているので、まあそちらに詳しい内容が書いてあります。タイトルってのは何かって言ったら、タイトルタグで囲われた部分のことです。例えばですね、うちの会社の例で言うと、ここですね、このこれがタイトルタグ、ここですね、これがアクセス縦棒株式会社日進塾 .net、 これがタイトルの部分になります。まあポイントがいくつかあるんですけどですね、先頭の32文字、ここが非常に大切になります。スマホで見てもね、パソコンで見てもタブレットで見ても、絶対に表示されてるところってのが、この先頭の32文字、日本語で32文字、英数字だと64バイト、64文字分っていうところが、ここが非常に大切になりますので、なるべくですね、簡素にして、先頭の方にですね、かけたいキーワードを書くっていうことが大切です。で、あとですね、キーワードの詰め込みすぎっていうのに、これに注意していただきたいんですよね。例えば、うちなんか日進塾 .net っていう、社名にですね、日進塾って入ってるんで、例えば、先ほどのアクセスページなんかでもですね、例えば日進塾から徒歩何分、西新宿のホームページ制作会社、株式会社日進塾 .net なんてやると、日進塾ってなっちゃいますので、それはもうペナルティ対象になってしまうんですよ。ですから、キーワードは基本的に1個だけですね。とよくですね、煽るためにネガティブキーワードをタイトルに入れたりとかっていうのもありますけど、こういうのは基本的にあんましやめた方がいいですね。で、あとですね、キーワードを決める際にですね、実は全部のホームページの内容をですね、書いてからキーワードを決めていく。ある程度その大雑把には最初にキーワードを決めとくんですよ。タイトルっていうのはこういう内容を書こうとかって、ここ、例えば先ほどみたいにアクセスマップのページを作ろうってあったら、まずアクセスマップのページを中作っちゃうわけですよ。作ってからキーワード、そこにあるキーワードを抽出して短く構成していくっていう、タイトルは最後に決めた方がいいですね。出来上がってから書くと。それをやった方が、要はコンテンツとタイトルの整合性が取れてないと、それもペナルティの対象になってしまうんですね。あとですね、構造化 SEO って言って、実はですね、狙ってるキーワードを1ページだけで狙ってもなかなかね、SEO 的にこう引っかかってこないんです。例えばそのビッグキーワードなんか、例えばうちなんかだと、ホームページ制作会社なんですけど、うちはね、西新宿ってやった時に、ビッグキーワードなんですよ、実はこれも。3610万件ありますので、この中でうちは1位取ってますね。MEO でも1位取ってます。で、こういったですね、ビッグキーワード取るためには、実は構造化SEOって言って、1ページだけでこういったホームページ制作会社のこういう大きいキーワードって取れないんですよ。これをね、やるためには複数のページでやるのがいいです。で、そこをどういうページを作っていけばいいのか、どういうタイトルつけていけばいいのかっていうのを設計するためのツールがあって、このキーワード IO っていうサイトがあるんですけど、
ここね、無料で使えるんで、登録をして、ここで、例えばホームページって入れて、言語ですね、言語ここでジャパンとかって選んで、検索するとこんな感じで第二キーワードこんな感じで候補出てくるんですよ。この中からどういった内容のもんを作っていくのがいいのかなっていうのをチェックを入れて、こうやってリスト作るわけですよ、うちなんかの場合。でこのリストをエクスポートして、実際に記事の内容を書いて、ここからまたタイトルを起こす。大きくなればなるほど、ビッグキーワードであればあるほど、そのページを関連付けるためのさらに5ページみたいなのを作らなくちゃいけなくて、やっていくとSEO 的に引っかかりますし、売れるページになっていきます。基本的にですね、キーワードをあれこれ詰め込んでいっぱい引っ掛けようとしてとか、あれもこれも書いてもダメなんですよ。基本的には1ページに、例えば日進塾 .net だったら、僕がですね、鈴木康弘代表取締役の鈴木康弘が何をどんなサービス、ホームページの制作なのか、SEO なのか、EC サイトなのか、それがごちゃ混ぜじゃなくて、一つのページに何をっていうことで、一個のコンテンツですね、一個の製品だったり、一個のサービスを書いて、どのように、要はその差別化ですよね。他との差別化で、どのようにっていうところ、この3要素がきちっと入ってないと、基本的には売れるページにはならないし、Google の評価ももう30年近く経ってますので、かなり賢くなってますので、ユーザーがインターネット上のユーザーが本当に有益な情報だって思えるような、そういう内容に仕上げていかないと売れるページとしては出来上がってきません。これをですね、まあ実践していけば実際に SEO にも効いてきて上がってくるっていうような、そういう構造になってます。まあタイトルの書き方に関してはこんなところですね。ここからは日進塾 .net の説明をちょっとさせていただきますけど、日進塾 .net っていうのは今期18期目のホームページの制作会社で、過去に1700件以上のホームページの制作実績があります。最後までご視聴ありがとうございました。